皆さんこんにちは。レク専任講師の秋元由里です。ついに本試験が近づいてまいりました。緊張してますか？やっぱり怖いですよね。ですけれども、ここは発想の転換をしていきましょう。はい、緊張してるということは、ね、それだけ勝負できるだけの実力が身についているってことなんです、ね。実力が足りないんであれば緊張なんかしないです。大丈夫、皆さんね、今まできちんと努力してきました。その努力を信じてください、ね。そしてケアレスミス、ね、しないように気をつけていただいて、ね、今までやってきたこと 100% 出し切ることだけ考えてね、試験に臨みましょう。はい、応援しています。